なぜ好きな人に気持ちを伝えることができない。出て行け、不正面、不正だ、来る、帰れ、来る。生まれだけで差別されることが当たり前だった時代。いい顔します。ブラックミンという素性を隠せ。身分を隠して教師となった牛松に訪れた出会い。この寺の娘の志保と申します。志保。お志保さんを嫁にもらえよ。しかし誰にも心を許してはならない。差別というものは人の心から簡単に消えはしないような気がするんだ。この世の矛盾に命がけで切り込む人間を下等だというのなら、私は進んで下等な人間になります。今日は皆さんにお話があります。君は行かないで。この静かな劇場はやがて希望へとたどり着く。破壊。